はい、こんにちは、TMR です。今日は今井浜オートキャンプ場さんにやってまいりました。ということで、なんか管理人さんいない感じかな。ちょっと待ってみましょうかね。海が見えるってことは風の通りがいいってことになっちゃうのか。そうすると寒いかな。今日は風もないので大丈夫だと思うけど、どうでしょうか。あれ、これどこまで行けるの。ここもいいね。頑張ればハンモックも張れそうだけど、木にハンモックをかけていいのかどうかが分かりません。ここが良さそうだけど、ちょっと斜めってるな。いまいち区切りが分かんないんだけど、まあ、海が見えるって言ってもこの林の間からだから、夜は結局何も見えないと思うけどね。イザリビがちらほら見えるぐらいでしょうかね。ここもサイトなのかな。なんか車が通った後に見えるけどね。でもまあ一番平らなのはここか。ここが一番平らで安定したサイトですね。 E3、E4。 ってことは結局今日もカンソロですか。そうですか。いっか、ごめんなさい。俺今日は生まれて初めてのカンソロ以外のソロキャンプができると思って来たんですけど、どうやら今日もお客様は僕一人の可能性が高いです。フリーが来ない限り今日は貸し切りということで、こんなハイシーズンの土曜日にいいんですか。いや、なんか申し訳ないですね。あー、ちょっと天気が良くなってきたんでね。じゃあ早速設営していきたいと思います。はい、設営完了しました。まあ一人だとこんなもんだよね。おお、リスか。リスらしき動きのやつが俺のテントの上の、あ、いたいたいた。あ、リスだね。あれは日本リスですね。台湾リスじゃない。ちょっとね、これでズームできないのは残念ですけど、他の木に乗り移って行ってしまいました。うちのテントで遊んでたのかな。よし、火を起こします。で、まあこんな感じですか。フェザースティック、で、最近はよくこの麻紐をね使ってます。100円ショップで売ってますんで、乗せてナイフを当ててしごくと。そうするとこういうポヤポヤがね、これは集めます。あ、切れた。ほぐしてない麻紐と混ぜるとこんな感じですね。このぐらいがね、俺つけやすいと思いますよ。これを丸めて、ここに火種を移します。で、さっきのフェザースティックの下に入れて、フェザースティックがね一番最初に燃えるようにしましょう。着火します。一発でいけるかな。まあ、実際こんだけ乾燥した薪ならフェザースティックなくてもつくと思いますけどね。着火しやすいことには間違いないので、やって損はないとは思いますね。着火の成功率も上がるし。
先週はね、野営だったんでね、キャンプ場が快適すぎてやばいね、マジで。こんな平らなとこないからね、山の中入ると探すのが大変。しかも車横付けで荷物全部そのまま置けるって嬉しいよね。やっぱキャンプ場が楽だな。そんじゃ、焚き火で育てた薪をストーブの中にね、入れていきましょう。で、広葉樹の薪をお気に入りに置きます。で、こいつまたここでね、育ててやらなきゃなりませんから。さあどうだ。あ、いったいったいった。排気の熱が煙突で吸われる分だけ、ストーブの中の気圧が下がるので、下がった分だけここから吸うと、それが風になって、自らを燃焼させるっていうのがストーブの仕組みですね。そんじゃね、行っちゃいましょうかね。そろそろ安定の一番絞りでございます。じゃあいただきましょう。うわ、これは泡だらけになるな。よちょっと、今日も一日お疲れ様でした。いただきます。なまらうめえ。炭も完璧に起きてるんで。でね、本日の食材を紹介します。おお、これ伊豆天城の水を使用して作ってるらしいですけど、ソーセージに水使うんか俺。バイスブルスト、バイスブルストっていうドイツのソーセージ、ニュージーランド産4割引きの、ラムチョップでございます。地物のアジの干物でございます。これ美味しいでしょう。土井酒造場様のもちろん開運でございます。温めて飲んでみようかと思います。これは効くぞ。いや楽しみですね、これ。これちょっと楽しみ。はい、ラムチョップから焼きますかね。これはね、一応スパイスがついてるんで、ハーブソルト。じゃあこいつをサラサラっと振り、おーやべ、塊で出た。塩は高いところから胡椒は低いところかっていうけど、これ混ざっちゃってる時はどうすればいいんですかね。じゃあ網も温まったんでね、早速焼いていきます。いけ、あっちちちあっちあっちあっち、この辺にか。うわ、いった。銃じゃねえ、シャーッつって。あー、いいねいいね、見てこれ、こんなのうまいでしょ。あ、やばいやばいやばい、これね、炎はね、ダメです。直接炎には絶対当てないように、もったいないですね。肉が久しぶりだな、ラム肉。この間ね、フォロワーさんのリプのやり取りでね、ジンギスカン食べたいねって話をしてたんですよ。やっぱ食べたいよね、そりゃ食べたくなるんですよ、どうしても。豚や牛じゃダメなんですかって言われるんですけどね、ダメですね。ああ、ない、危ない、どうかな、焼けたのかこれ。ラムチョップ、あちちちちち、あちあち、いただきますね。半生です。やーべえこれ、なまらうめえこれ、うん、めえこれ、やべえな、これメインディッシュだったな。あれ順番間違ったぞ。これ最後にすればよかった。これ4割引きだったけど、なんで4割引きだったのこれ。1本100円ぐらいだぜ。帰りに買ってこう。ラムチョップ見つけた時はやってみて、これ。ほんとうめえ。すげえな、これ。ビール何本でも飲まさるわ。あー、うめえ。半端ねえ。思ったんだけど、これさ、この音量で一人でカメラに向かって喋ったらさ、今カンソロだからいいけどさ、他にお客さんいたらやばくね。あれ、あそこの
テントって一人だったよねとか絶対言われるよな。だとしたらソロキャンプやってる人のメンタル半端ねえな。すげえな。みんなそれを乗り越えてるのか。それか喋らずやってる。喋っちゃうよね。喋っちゃうんだわ俺。なしても、いやー薪ストーブあったけえな本当に。ちょっと汗かいてきぐらいよ今。上脱ぐ。 TMR パーカーを脱ぎます。 TMR パーカーを脱いでも中も TMR。 金太郎飴みたいでしょ。脱いでもねちゃんと TMR になってますよ。脱ぐと寒いわやっぱ着る。このパーカーすげえあったかいんだけどさ、春夏秋はさ暑すぎて着れないだよね。冬専用もうちょっと薄いの作ろうかな。あと白が欲しいっていう人が多いね。白作るか。はい、そんじゃあ次ソーセージ行こう。ソーセージデリカテッセン青木、これを焼いていきましょう。こんだけアピってたらさ絶対うまい的な感じで書いてる。ゆっくりね遠火で炙っていきましょう。今ね海湯も温めておりますんでね。何一本飲んだらもう終わりだろう今日。いただきますでしょ。さあどうかな。うん、うまいな。あれなんだろうこれ、肉じゃないのか。それじゃあねアジの干物を焼いていきましょう。先輩から教わったんだけど、海は身から、皮は皮からっていうことで、海の魚なんで身から焼きます。うん、だからといって何がどうなるのかあんまよくわかんないんだけど、これが美味しい焼き方らしいです多分ね。本当かどうかわかんないよ。アジの干物いただきましょう。これはそうだな、かぶりつくか。多分皮までいけるよこんな綺麗に焼けたら。いただきます。おうめ、これうまいよね。最高だな。うん、昔はみんなこうやって焼いて食ってたんだよな。そう考えるとガスってほんと便利だよね。まあ電気もそうか。現代はもう人類の理想を超えてる気がするな。さてじゃあ、ね、アジの干物が残ってるうちに海運の熱燗いっちゃいましょうか。開けますよ。あーこれ見てこれ、ちょっと湯気まで映ってる。映ってないか。海運熱燗でいただきます。いただきます。あやばこれはうめえわ。さすが海運土井酒造場様でございます。ああやばいこれ。よかった1本にしといて。こんなもん2本も3本もあったらもう明日2日で帰れねえぞ。これマジでいいな。カップ酒湯煎ってこれは温まるわ。普段キャンプで日本酒なんか飲まないんだけどね。これ寒い時期のキャンプの熱燗やばいな。でアジの干物なんか焼いたらさなんぼでも飲ませるわな。あうまっ。ありよりのありってやつかこれ。どうなんすかねキャンプ動画って、喋ってねえ方がいいのかな。でもみんな喋ってねえんだからさ逆に喋った方がいいのかなとか。まあそれは見てもらいたいのは見てもらいたいけど、それよりもやりたいようにやりたいね。間違ってるかもしんないけど俺ができることじゃねえと続けられねえもんな。ということでね僕は喋ります。まあたまに喋んねえ動画もあるかもしんないですけど、基本ずーっと喋ってる動画になると思います。支離滅裂にね。もうちょっとトークが上手ければいいんでしょうけどね。本を読まねえから語彙力がねお腹いっぱいになってきちゃった。ぶっちゃけ聞きますけど皆さん、本当のところね、ソロキャンプってどう思います？いや俺もね別にソロキャンプが楽しくないわけではないんですけどね、十分楽しんでおります。もちろんでも誰かいた方面白くね、もう一人ぐらい。
てられるよね、焚き火の炎って。撮影してる風景をね、逆から撮るとこんな感じでね、あそこにカメラがあって、でここに照明があるんですけど、この照明すごいな、すんげー安いのよこれ。2話の LED の照明、撮影のね、これをね2脚買ったんですけどね、今日は1脚だけ持ってきました。十分だね1脚で、素晴らしいよこれ。ていうか照明ないとダメじゃん、逆に言えばね。この間の真っ暗な動画とかダメでしょあれね。はい、ちょうどなくなりました。よし、やばいやばい、ツイッターやってにやけてるところが録画されてしまいました。やばいな、今のはカットだ。いや、今回はさすがにね、ハイシーズンで土曜日っていうことだったんで、他のお客さんがね、いらっしゃるとね、思い込んでたんですよ。他のお客さんがいるソロキャンプっていうのはちょっと初めてのつもりだったんで、意気込んでね、やってきたわけですけど、結果ちょっとカンソロっていうことで、またソロキャンプデビューならずと。もしかしたら、あれかな、例の風の影響でみんな自粛してるのかな。だったら逆に人気あるキャンプ場で予約できるのかな。あれっすよ、他のキャンプ場も別に問い合わせなかったわけじゃなくて、キャンプベアードさんとか取れませんでしたからね。で、諦めかけていたところにツイッターで空いてますよとで情報をいただいて、今回お伺いしたわけなんですけど、まさかこんなに空いてると思わなくてびっくりしました。水のキャンプ場を一つずつ回ってみてもいいかもしれないな。で、よく考えたら俺キャンプ場でね、焚き火ってしたことなかったっすね、北海道の時。こんな焚き火台なんていう概念もなかったし、よく行ってたのが、まあ、リヴァイのガロファミリー公園キャンプ場とか、あとは月形の快楽公園キャンプ場とか、ルモイ、熱田、浜松、あとゴキビルか、ゴキビル。もうね、砂浜がなくなっちゃったね、あの辺も。砂防ダムができると川から砂が落ちてこないんで、砂丘的なものはみんなね消えてしまいます。あったけえ、どこまで、ここまでか、完璧。それじゃあ TMR はお休みします。おやすみなさい。ああいいね、あったけえな。おはようございます。朝になりました。いや、ぐっすり寝ちゃってもうね9時ですね。今もうちょっとしたらね、片付けを始めようと思います。天気もいいね、今日は最高だね。どうすかこれ、基地感出てるでしょ。避けてきた部分がね、いくつかあるんでね、こうやってね、うん、こんな感じですね。